さだから説明したってことは痛いってことだから頑張ってね。後ろ側に比べるとまだこの辺はまだ増したね。それよりこっち側の方が硬かったわ。今からね、お尻をねちょっと緩めてみます。で、お尻ってね、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを、足のだるさとか腰の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんですね。なのでね、お尻しっかり緩めていきます。で、お尻ね、こんだけ説明したってことは結構痛いってことですから頑張ってくださいね。ほら、うわー、ここここだ。よいしょ。痛い、これだ。うわ、ここだ。痛い。ここだ。よいしょ。よいしょ。うわ、ここだ。よいしょ。ここだ、よいしょ。よいしょ。ここ、うわ。お尻ここガッチガチだね。めっちゃ痛い。やばい。やばい。よいしょ。しましたね、お尻も。足とか足のむくみによく効いてくれる場所です。痛いね。比べるとこっちの方が全然マシだね。ってことは左のお尻に重心がかかってたのかな。痛くなくないわけじゃないけどね。自分で緩めるんだったら
テニスボールとかこうやってその上にゴロゴロ持ってあげる。はい、では仰向けになりましょう。上向き、上向き。足曲げますね。はい、足開きますよ。この足はね、ここが。右足は大丈夫だね、はい、左足の方が硬かったね、うん、まあ、左足を重心にして立つことが多いのかもしれないね、うん、この辺も絶対痛くないよね、うん、足曲げますね、はい、開けますよ、はい、ここだ、うつ伏せになりましょうか。下向き、下向き。してもらうと、はい、だいぶ柔らかくなったの分かるかな。
部足の疲れから背中に上がってきてるよってことが分かるわけよね。なのでね、今からもうちょっとね、この辺硬いからね、そこだけしっかり伸びていきます、はい。